働いていなくても子どもを保育園などに預けられる制度が始まります。2歳以下のおよそ半数が通園していない京都市、子育て環境の改善につながるのか取材しました。育児の苦労に直面しておられる方々もいらっしゃると思います。そういう方々、今まで制度のが拾いきれてなかった方にまずは利用していただきたい。今日京都市が発表したのは、新たに始まる子ども誰でも通園制度についてです。これまで親が一定の時間以上働いていないと保育施設を利用できませんでしたが、この制度では親が働いていなくても時間単位で保育園や幼稚園などに子どもを預けられるようになります。国が掲げる異次元の少子化対策の一環として2026年度から実施が予定されているこの制度、今年度各地で試験的に導入されていて、京都市では7月から13の施設が受け入れを始めるのを前に、今月24日利用者の募集が始まります。去年の8月にモデル事業として導入した福岡市、制度を利用した人は、この日に病院行ってしまおうとか、その家のことをちょっとでもしようとか、自分のちょっとリラックスタイムとかが取れてすごい良かった。子供が他の子と触れ合うので、なんか喋ることが多くなりましたね、言葉が。保護者からは好意的な意見が聞かれる一方、負担が増すのが保育の現場です。集団生活毎日してるお子さんよりはちょっとあり難しい面も多いのかなと思います。やっぱり慣れるまでにはすごい時間がかかって、アレルギーのお子様の対応がすごく難しくって、どうしても週に1回だと誤食とかがあっちゃいけないので。さらに大きな課題となるのは保育士の確保です。保育士不足が叫ばれる中、京都市はどのように考えているのでしょうか。保育士の人手不足に対して京都市はどんなアプローチを取るか決まっていますか。これが本当に人手不足に拍車をかけるという面もあるかもしれません。保育士の処遇をどう良くしていくか、これは京都市の厳しい財政を預かる立場から言うと、なかなか歯切れの良い答えはできないんですが、少しずつその前進していきたい。他の自治体も順次取り組んでいくかと思うんですが、京都市はこの制度にどういうビジョンを持っていらっしゃいますか。自治体間競争、切磋琢磨は大事だけれど、子育てという分野においてどっかが抜け駆けしてどっかから住民を取るということはあまり好まない。横の連絡を良くし、それを中央にもつないで制度全体をしっかりもう少し充実していくために何ができるかということを考えるということだと思います。この子ども子育て通園制度、子育て世代にとっては兵頭さん、ありがたい制度ですね、はい、子育てしている方って本当に余裕がなくなってちょっとでも預けてほしいということありますもんね、うん、取材した谷本さん、どう思いました。はい、保育士の人手不足ですとかアレルギーといった個別の対応など問題点は認識している様子だったんですが、うん、とりあえずやってみようと、うん、やってみて課題が出たら向き合って共有していくという印象を受けました、はい、で課題いろいろあると思うんですが、課題について先行して行っている福岡市のこちらご覧ください。これ現場では課題も、福岡市の事例とありますが、実際にこれ受け入れをしている保育園の保育士の方、これ週1回の利用だと、例えば週5で利用しているお子さんに比べて慣れるまで時間がかかるんだという声、それからピンポイントで利用するお子さん、これ食事面でのアレルギー、それぞれ命に関わることですよね、この対応が難しいという声が聞かれました。そして利用料についてです。園児1人1時間これ利用することを考えますと、保護者が300円以内を負担して、福岡市が850円補助をするということなんですね。で、福岡市のこの受け入れをしている保育園の方に聞くと、保育士を例えばの話ですけど、例えば300円と850円、単純計算で足して時給1150円で採用するのは難しいという声が聞かれました。浜田さん、この子ども誰でも通園制度、この制度自体は大変いい取り組みだと思うんですけど、保育士さん、保育園の皆さんの負担が大きいのも事実ですよね。そうですね、母親の就労状況によらず、やっぱり子どもが預けられるっていうのは本当に少子化対策に私は有効だと思います。
というのはやっぱりその経済的な問題だけじゃなくて核家族で孤独に子育てをしている辛さっていうのがやっぱり少子化の一因だとも言われていたので、これはすごくやっぱ推進してほしい制度なんですが、一方で、まあ、異次元の少子化対策の中で、やっぱり保育士さんとかの待遇改善とかが弱いんですね。でやっぱりおっしゃるように本当に毎日来てるお子さんとたまにしか来ないお子さんっていうのが対応をやっぱ変えなきゃいけないので、はい、保育士さんこれまでよりも負担が多くなる、だからそこに対してのきちんと待遇改善をするだけの財源の確保というのが必要になると思います。はい、で今回の制度、政府の異次元の少子化対策、この一つとして実施されていくわけなんですが、その財源について見ていきましょう。こちらです。公的な医療保険を通じて集めるこの子育て支援金、これを徴収していくということ。医療保険加入者1人当たり平均で2028年度月額450円負担するということが試算されています。はい、やはり神崎さん、その財源の問題ですね。そうですね、この異次元の少子化をどうやって解決するのかというところで、本当はこれ税金というふうに行きたかったところだと思うんですけど、税金というのであればなかなかまあその増税感というのがあって難しいので、政府としてはこの医療保険の上乗せというところに注目して、しかも当初の説明では、まあ、実質負担増はないですよというような話があったんですけど、まあ、それもすごくまあ大きな話で言うとそうなのかもしれませんけど、非常に分かりにくいということで、まあ、その次にワンコイン500円でいけますよという話、確かにまあいける人もいるんですけども、実は所得によってはもっと負担が大きい場合もあったりするので、やっぱりこのどうやってまあね子どもを育て産み育てていくかということは非常にまあ社会全体として考えなあかんことなんですけれども、まあ、そこら辺にですね、負担が増えるんやったら増えるでちゃんとした説明が求められると思いますね。で、後期高齢者からは反発の声が、ね、上がっているというのもありますし、世代間の分断につながらないような子どもを社会で育てていくという形、これは議論していく必要があると思います。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。